バンクシアは山もがしかの属の一つ。約80種が含まれる。オーストラリア原産。オーストラリアの最も乾燥した地域を除く全域に産する。特徴的な果樹と果湯を持ち、オーストラリア産の野生の花の中では有名で人気があり、よく庭木として利用される。保伏性の低木から25メートルの高さになる、高木まで様々な形をとる。 最大の高木になる、コーストバンクシアとリバーバンクシアは15メートル以上になり、時には25メートルに達する。低木のバンクシアは普通は直立するが、いくつかの種は地表、または地中を匍匐する茎を持つ。バンクシアの葉は種によって大きく異なる。11センチメートルの長さで細いエリカのような葉をつける、ビアリサイフォリアから45センチメートルの長さの葉の、 ブルバンクシアのように非常に大きな葉を持つものまで様々である。多くの種の葉へは挙子を持つが、少数の、例えば B インテグラフォリアはそうではない。葉は枝に不規則なら線上に並ぶのが普通だが、いくつかの種では臨生に集まる。バンクシアはその特徴的な水上果樹と花の後にできる木質の果実によって容易に認識できる。果樹は、 重毛質の多いのある木質の軸でできている。通常は直立しているが、いくつかの種では追加している。これは軸に対して直角についた密に配列した花によって覆われる。単一の果女で1000以上の花が含まれる。バンクシアの花は通常は黄色の色調を持つが、大々色、赤や桃色の花もある。花の色は花碑、または花中によって決まる。 花柱は、花火より、かなり長く、初期には、花火の上部で引っかかる。数日かけて上部から、または、下部から離れていく。花柱と花火の色が異なっている場合、花序の上と下で花の色が異なって見える効果を、もたらす。時間が経つと、花は乾燥していき褐色の色調が強くなる。いくつかの種では古い花は脱落し、重毛質の軸が現れる。他の種では、 数年にわたって、花は、宿損し、毛の生えた果樹の姿が残る。古い果樹は、旧果と呼ばれる。果樹が巨大で花の数が多いにもかかわらず、果実をつけるものは少数で、全く果実をつけない果樹もある。バンクシアの果実は、旧果に並んだ木質の袋果てである。果実は水平に並んだ、便状の構造が種子を固く包んでいる。袋果は、 黄号から避けて種子を放出するが、いくつかの種では、便も劣界する。果実は、種子が熟した時に劣界するものもあるが、多くの種では、山火事によって刺激を受けた時に飲み裂ける。袋川普通は、小さな種子を二つ含んでおり、くさび型の紙質の翼を持っていて落下する時に、回転するようになっている。一種を除き、バンクシアはオーストラリアに固有である。 例外は B デンタタで、オーストラリア北部からニューギニア、アルー諸島に広がっている。他の種は2つの地理的区分に分布している。南西部及び西部オーストラリアと東部オーストラリアである。南西部及び西部オーストラリアは、生物多様性の主要な中心であって、バンクシアの4分の3以上の種はこの地域にのみ、産する。東部オーストラリアには、産する種ははるかに少ないが、 最もよく知られていて、広く分布している種、コーストバンクシアとシルバーバンクシアが含まれる。バンクシアの多くの種は、砂質の土壌で、よく生育し、他のものは、岩の多い土壌を好む。リバーバンクシアは水系に沿った、肥沃なロームを好む点で、例外的である。多くの種は、ヒースや、低地のソリーンに生えるが、ビーセミヌだと、ビーインテグラフォリアはどちらも森林に生える。 多くの種は海岸では生育が良好ではないが、ごく最近記載されたビーロスセラエは砂漠に生育する。東オーストラリアの多くの種は高地に生育する。一方で、西オーストラリアの種ではただ一種スターリングレンジ、バンクシア、スターリングレンジバンクシア、ビーソレンドリーのみが高地に生える。バンクシアは大量に蜜を生産するので、 蜜を食料とする動物の重要な食物資源である。蜜スイカやハニーポッサム、ピグミーポッサム、コウモリなどである。これらの動物はバンクシアの花粉媒介に貢献している。他に関連する動物賞にはガヤゾウムシの幼虫がキュウカやフクロカに先行して種子を食用にし、プパテがフクロカに先行する。また、鳥ではコカトゥーがキュウカを壊して 種子と幼虫を食用にする。バンクシアにとって脅威になるのは山火事である。バンクシアの種のおよそ半分が山火事で死亡するが火事を発芽の刺激にして世代更新する。この種の個体のうち残りは普通非常に厚い樹皮を持っていて幹を炎から守るかリグニチューバーがあって火災後に発芽するかいずれかで山火事を生き延びる。 山火事が頻繁でなければ、生態として問題にならないが、頻繁であれば、未症が、血実年齢に達する前に死んでしまうので、個体数を減らしてしまう。バンクシアの他の脅威として、卵菌類のファイトフテラシネママイが根を腐らせる。プロテオイドルートは品栄養の土壌で、バンクシアが育つのに役に立っているが、根腐れに関係があると疑われている。多くのバンクシアが出あるいは、 エンデンジャードとみなされている。ビーチャーマファイテンは以前はレアだと宣言されたが、新しい個体群が発見されたためリストから除外された。モニターは継続されている。バンクシア族は、ショーリンネによって1782年4月に、サプレメンタムプランターラムシステムティスベジタブイリウムの中で記載命名された。そのためこの族の正式名は、バンクシア LF である。 俗名は、初めてのバンクシアの標本を1770年に、ジェームズ・クックの最初の公開中に採集していた、イギリスの植物学者、ジョゼフ・バンクス教にちなんでいる。バンクシアの名前は、実際には1775年に、バンクシア・ JR ・フォースト &G ・フォーストとして、現在は、フィミリアの名前で知られているものに対して、発表されている。しかし、 この先行する発表に対して、1800年までには、リ林ネの名前が一般に受け入れられるようになった。1891年には、クンチェがショーリ林ネの名前をサーミューエラにしようとしたが、受け入れられなかった。1940年にはスプレーグによって、バンクシア LF が、バンクシア JR フォースト &G フォーストに対して公式に保護されることになった。 バンクシアの正確な種数は論争点になっている。最近の権威ある後輩であるジョージでは76種がリストに上っている。その後でビーロスセライが記載されたので77種になる。しかし、ジョージは以前にティーレ・アンド・レー・デジズによって種のレベルを与えられていた4分類群を種より下のランクに置いている。オーストラリアの多くのハーバリウムでは ティーレレーデジーズのシステムに従っているのでこれらは種扱いであり、そのため81種があることになる。さらにハーデンは B、カニングハミーシーバー X ライヒビーを種としている。ジョージもタイルレーデジーズもこれを B、スピニューロサの足として扱っている。さらに B、パルードササブスプ、アストロラックスが現在作読中で、間もなく種のレベルに昇格されるであろう。 バンクシア族は二つのア族に分けられる。イソスティリスア族とバンクシアア族である。前者のア族はいずれも西オーストラリア産の三つの禁煙な種を含む。この三種はいずれもバンクシアの特徴の水上果女の代わりに登場の果女を持つ。イソスティリスア族の登場果女は表面的にはドリアンドラ族のものに似ていて、このア族は ドリアンドラ族との進化的な関連性を示すものと考えられている。もう一方のバンクシア族は残りの種が含まれていてバンクシア族に特徴的な水上過剰を持つ。ジョージに基づくバンクシア族の配列については英語版のバンクシアの分類を参照。アルファベット順のバンクシアの種の種の英語での一般名とジョージで種として認識されていないものも含めたリストは 英語版のバンクシア族の種のリストを参照。大きくて、見栄えのする過剰と大量に生産される蜜が、鳥類や小型の哺乳類を引き寄せるために、バンクシアはオーストラリアでは、ポピュラーな庭木である。庭木で、一般的なものには、ワラムバンクシア、ソーバンクシアと、園芸品種のバンクシアジャイアントキャンドルズなどがある。バンクシアは、種子で簡単に繁殖でき、多くの種は、 挿し木で増やせる。手入れはほとんど必要ない。もし摂取するなら、地効性の低ン産の肥料を使うのが良い。プロテオイドの根が土壌の肥料の多さで損傷を受けるためである。種病産業以外では、バンクシアは商業価値はあまりない。いくつかの種は野生植物園で育ち、果樹は切り花として収穫される。蜜は養蜂業者が求めるものではあるが、それは 蜜の品質ではなく他の蜜源が足りない時に豊富な蜜を提供するからである。バンクシアの材は赤色で魅力的な組織をしているが乾燥の時にひどく変形するのであまり使われることはない。時折装飾の用途でろくろ引きやキャビネットの羽板を張ることに使われる。また小型のボートの流骨を作るのに使われてきた。 松ぼっくりのような果実の集合体は輪切りにして、コースターとして、海外からの観光客相手の土産物になっている。南西オーストラリアの原住民は、花から蜜を吸う。また、財の中のカブトムシの幼虫を食用にする。EN、バンクシア14時34分、7ノオーベンバー2005より翻訳途中。ありがとうございます。